身長ビヨン医師学科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の話したい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日なんですけど、ズバリなんですけど、身長先生式成長ホルモン治療ね、結局副作用大丈夫なんですかってことでね、この質問に答えていきたいと思いますってことですね。これ今日ね撮影してるのがね2024年の4月の15日ですので、今の考えっていうのを皆さんに共有していきたいと思って、これは今後おそらくだんだん変わっていく内容だと思いますので、そこも十分注意してください。というのも、これから例えば1年後とか2年後とか3年後とか、また新しいいろんなデータが出ていく中で、まあ良くも悪くも変わっていく可能性があるとね、そういうふうにご理解いただくといいと思います。ただし私の予想なんだけど、おそらくいい報告ばっかりになってくると私は個人的に思います。ということで、今までですね、まあいろいろな論文の文献だったりとか、そういったのを私結構紹介してきたと思うし、今後もたくさん紹介していくつもりです。でこれはなぜかというふうに言われればなんだけど、お医者さんっていうのは EBM っていう単語があって、エビデンスとベースドメディスンって言って、 EBM っていうのが推奨されてるというか、私が医学生になってからは、まあ、そういったのをやりなさいよというふうにずっと教育を受けてるね。で簡単に言うと、ちゃんと論文に基づいて皆さん治療するんですよっていうのがエビデンスとベースドメディスンという表現になってきますので、それがすごく大事だってところですね。でだからまずは皆さんに、私そういった皆さんにお話してもらって、例えばそのエビデンスレベルっていう表現なんだけど、だ何が信憑性が高くて何が信憑性が低いかって話なんだけど、信憑性が高いのは論文で示されている内容だというふうに言われているのが、私はまあその学生時代から研修医、そしてまあ大学院生、そしてあの医学博士というふうにずっとやってるんだけど、それはずっと通してそこも変わってないわけだから、簡単に言ったら20年ぐらい変わってないってことね。でこれは変な話なんだけど、これから20年も変わんないです。これからもやっぱりそういうふうな論文をもとに治療を行いましょうねっていうのは、これはみんな同じなんだよね。これがずっと我々がお医者さんの試験の中で答え続けることね。例えば学生時代の期末試験、期末試験って表現はちょっとかっこ悪いけども、そういった試験でも必ず論文をもとに治療しましょうねとか、研修受ける時もそういったことを答えるし、専門医の試験受ける時もそうだし、医学科学の時やる時もそうだし、それこそ自分が論文書く時も、変なねテレビのニュースを参考にしたなんて書かないで、誰もね、必ず論文を参考にしてこういったデータがあるんで、こういうふうな話をしてますとかって、必ず、まあ、一言で言ったら論文をもとに 論じるというのがお医者さんの、まあ、あるべき姿、理想の姿というか求められる像っていうのが、なってきます。それに対してはね、これね超面白いんだよね。我々実はですね、お医者さん同士の間でよくお話しさせていただくのが、エクスペリエンスでベースメディスンってことで、エビデンスに対抗してるんだけど、体験談に基づいて治療を行っちゃうってことで、これはそういう風な試験の中だとダメって言われてるよね。そういう風にお医者さんの個人的な経験に基づいて治療するなんて絶対ダメだよなんて言われるよね。だけど実際なんだけど、やっぱり経験者の意見ってすごい大事なんだよね。しかもそのいわゆる論文で示されることと示しきれないことってやっぱりあります。これは何でもそうなんだけど、そういう風にそうなんだかな。例えばだけど、じゃあ株の予想をしましょうってことです。株を予測する方法ってさ、すごいおそらくいっぱいあるね。金利がなんとかになってなんとかで、アメリカの金利がこうなった時、日本の金利がどうなった時、ちょっといっぱいあるけども、だけど最終的にはそのいわゆるさ、その相場師というかトレーダーさんのさ、最終的には今まで経験を踏まえて最終総合的に判断して買うだとか売るだとかやるわけだよね。それと同じで、お医者さんもやっぱりそういう側面がある。やっぱりたくさん学習して、たくさんいろんな情報をインプットするんだけど、最終的にはやっぱり自分たちのそういう風な個人的なエクスペリエンスに基づいて治療が行われることが多いし、やっぱり我々お医者さん同士も、いや試験上、建前上はエビデンスが大事なんだけど、やっぱりエクスペリエンスも大事だよねっていうのは、よく、我々も理解しているような形になります。まあそりゃそうだよねってところで、例えばさ、料理さ作る人でもさ、料理の本をさ1万冊読んだからって言って、その人料理がうまいかって、そんなことないでしょ。やっぱり1万冊読んで、しかも1万食作って初めてさ、すごいいい人だよね。それこそ逆にだけどさ、例えば全然料理の本読んでないけど1万食作っててすごくいい人もいれば、やっぱり、ね、両方やってる人もいいってことで、バランスだと思うんだけど、やっぱそのエクスペリエンスっても大事になってくると思う。ってことで、今日はその私のエクスペリエンスについてお話ししていきたいかなというふうに思います。ってことで、まずなんだけど、まあ、正直なところなんだけど、これの身長治療もだいぶ長くやってますけど、全然副作用認めてません。まずこれがまず一つ目になります。なので、まあ、逆に言うとね、これでさ、もし副作用が認めてったらさ、おそらくさ、身長先生の YouTube もうやめてるの、そらくね。だから、やめてないってことは、それだけ全く問題が起きてない、もしくは素晴らしい結果が出てるってことを意味してますので、私もこれ何百本って上げてると思うんだけど、それがまあ最大の証拠になってくるかなというふうに思います。ただし、じゃあ全く副作用がないかと言われれば、多少の副作用はあります。その一番よく見られる副作用が肝機能障害ですね。肝機能障害に関して言うと、成長ホルモンで起こるというよりはサプリメントとかプリモポランで起こることが多いです。これもですね、まあ、今後まあしっかりと私もデータを整理していく必要があるんだけども、これに関して言うと、例えばサプリメントを最大量で投与して、プリモポランを最大量で投与すると、まあ、10人に1人か2人ぐらいかな、結構普通に肝機能障害起きます。とかですね、先生それ危ないじゃんって思うかもしれないんだけど、まあ、正直言うと肝機能障害といっても、いわゆる軽度の肝機能障害にとどまっているような
ケースしかありません。今ね、重症の肝機能障害を起こしたことは私一例もありません。なので、まあ、軽症って表現かなというふうに思います。で、症状に関して言うと、肝臓っていうのは眠れる臓器って呼ばれてるんだけど、基本的に症状が全くない。そんなふうにご理解いただくといいと思います。なので、まあ、逆に言うと、症状がないからこそ、採血を定期的に行っていく必要がある。それも十分ご理解いただくといいかなというふうに思います。まあ、ただね、これ見ているのは、お父さんの結構ね、アルコール飲んじゃってね、お医者さんからね、アルコールやめなさいなんて言われてる方も多いと思うんですけども、アルコールも結局、症状が出ないからみんな飲んじゃうんだよね。そういうふうに肝臓って眠れる臓器と言われてるので、慎重治療を通しても何か症状が出るとかというふうに言われると、そういったことはないですので、まあ、それが1点と。で、あとはですけども、まあ、ちゃんとそれに対して適切な対処です。まあ、簡単に言うと薬を減量するとかやめるって意味なんだけど、そうすれば皆さん、関係者が全員戻ってますので、これ、漏れなく全員戻ってますので、そういった意味はほとんど心配ないのかなというのが、私の今のところのエクスペリエンスね、そういった表現だと思います。それに対してなんだけど、成長ホルモン治療ね、だからその成長ホルモンと栄養補充と思春期を遅らせるお薬でいうと、今、思春期を遅らせるお薬と栄養補充について説明したんだけど、成長ホルモンに関して言うと、正直言うと、まあ、もう副作用これ全く認めてないです、はっきりとね。だから、これがまず一つ私が、まあ、今のうちで、ね、2020年4月の15日の時点でお伝えできること。だから、まずそれが副作用認めてないよというのが、本当にお伝えできること。それに対してなんだけど、これは、ね、いわゆる投与中は問題ないよねってこと。いわゆる数年単位では成長ホルモンってほとんど問題ないというふうに言い切っても、まあ、いいんじゃないかなというふうに思ったりもする。例えば、1万とか10万とか100万人で受けてたら、また話は変わるかもしれないけども、まあ、少なくともすごく大きなリスクがあるようなものではないというのは、私も、治療なんかを通して、確実に理解していること。一方でなんだけど、いわゆるね、大人になった時大丈夫ですかって質問ですよね。いわゆる例えば今例えば10歳とか12歳とかに受けて、それがさ30年後40年後50歳とか60歳になった時にそれが本当に何も無害かっていうふうなことを言われると、それに関して厳密なことを言うと、それはまだ分かりませんというふうにお伝えするしかないと思います。というのも、まあ、そういったの例えば結局じゃあそれを議論を進めていったら、結局その成長ホルモンを投与した子供が死ぬまでフォローアップしていって、その後実際どうなったかっていうのも、まあ、厳密にデータ処理していく必要があるわけですよね。例えばまあ寿命が80年というふうに考えると、2024年の今だと1940年ぐらい投与した例を初めてフォローアップしていって、まあ、いいのか悪いのかってやっと議論できるってところで、なかなか1940年のデータを皆さん整理するのがあんまりリアリティがないというのを皆さんねご理解いただけると思いますね。というのも、まあ、戦争がねまだ やるのかやらないのかとか、そんなこと言ってた時期ですし、まあ、成長ホルモン製剤に関しても、今と昔でだいぶ違いますので、そういった意味でも評価が難しいという説明なので、超細かいことを言うと長期的な予後に関しては明確なことは言えないよと説明です。ただこれっていうのは別に成長ホルモンだけじゃなくて、様々な薬とかほとんどの、いわゆる新薬とか新しい治療全部そうなんだよね。例えばコロナのワクチンとか受けた人多分すごくいっぱいあると思うんだけど、基本的には短期的には、まあ、小さい皆さん発熱とかあったかもしれないけど、ほとんどの場合は皆さんあんまり問題なかったと思うんだよね。だけどじゃあそれがじゃあ50年後も大丈夫ですかというふうに言われればなんだけど、まあ、大丈夫だと想定して打ってるわけね、あれもね。だからそれも完全に証明されてるわけじゃないね。だからそういうふうにして成長ホルモン治療に関しても今のところ 100% 証明されてるわけじゃないよってことで、まあ、これらが証明されるにはやっぱ50年とか100年とかそういった歴史が必要なんだということでご理解いただく必要があると思います。ということで、まあ、私のね、まあ、エクスペリエンスでお話しさせていただくと、成長ホルモン治療とか、まあ、多めの他の治療も含めて慎重治療に関して言うと、まあ、まず問題ないでしょうというのがエクスペリエンスね、個人的な見解になってきます。で、それに対して、まあ、しっかりとした、データが 100% のデータが出ると、まあ、これが50年100年とかかってくるでしょうというところになります。ただ、まあ、それは論文上ですね、ほとんど問題ないというような、データもたくさんありますので、そういったのはね実際ご覧いただくと共有したりもしています。ただし、まあ、私がね全員に、ね、成長ホルモンを打てなんて とてもじゃけども思っていませんので、やっぱりねまずそういった薬物介入、まあ、成長ホルモンをしっかり神経を遅らせるお薬しっかりね、そういったお薬に関してやっぱまずは何が何でも伸ばしたいという気持ちね、まずリスク&ベネフィットだから、その、ね、やっぱベネフィットを多く感じる人、そういった人が受けるべきだと思うし、治療内容しっかりと勉強していく、それもすごく重要だと思ってますので、まあ、その2点をねご理解いただいて、最終的に、ね、治療するかしないか決めていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今後も全身全霊で、ね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。